計画停電などにより混乱している都内の交通機関をサポートしようと、隅田川の遊覧船が災害特別便の運航を始めました。船は普段お台場などへ向かう観光用の水上バスとして利用されているもので、今回は千住方面から都心へ通勤するのに便利なルートとなります。船は朝千住を8時台に出て両国と浜町を結ぶ2便、午後は浜町を3時台と5時台に出て千住に帰る3便が運行し、いずれも浜町千住間を30分余りで結びます。渋滞もないし、いわゆる陸上交通機関を通すよりは非常に近く、時間短い時間で目的に到達できるのではないかなと。時間帯からするとですね、やっぱり通勤者、サラリーマンの方にですね、ぜひご利用願いたいなというふうに考えております。期間は23日までで、運賃は大人200円、子ども100円、売上は被災者の支援に充てられるということです。